大型新人の教育係。あ、室宮さん、おはようございます。おはよう。どうしたんですか、そのクマ。ちょっとな。お、来たな、室宮。牧野。うわ、バッチリ二日酔いじゃねえか。まあ、そんなとこ。おはようございます、先輩。さすがセラー、気が利くな。牧野先輩の分はありませんが。分かっとるわい。どうしよう、セラが直視できない。そうだ、室宮、一案できたか。は？おいおい先輩、しっかりせえ。昨日のだよ。昨日なんかあったっけ。マジかよ、渡したじゃねえか資料。は？嘘だろ、俺そんなん渡された記憶。あった。おいおい、それ551の会議で一人一案だぜ。分かってる。しまった、昨夜のことですっかり忘れて。俺に何かできることありますか。セラ。俺も手伝います。そうだな、とりあえずデータ取って整理して。じゃあ数値取り頼めるか。わかりました、終わり次第デスクに持っていきます。はあ、これまたさすがと言うべき。まあ、にゃったなんとかなってよかったな。お疲れ様です。いやあ、おかげで助かったぜ。いえ、久々にやらかしたもんでパニックっちまってよ。けどそれ以前にもセラには助けてもらってばかりだな。本当ありがとうな。ごちそうさまでした。あれ、今箸割ったばっかだよな。まさかもう食べ。はい、いつ何時休養が入るか分かりませんので。早すぎ。あ、んなことより俺も食べねえと。ゆっくりでいいですよ。じゃあお先に失礼します。お疲れ様でした。お疲れ。今日は一日があっという間だったな。早く帰ってゆっくり風呂にでも。先輩、今お時間ありますか。おんま、背後からは卑怯だぞ。すみません、そんなに驚かれるとは。少しお話ししたいことがあります。なんだ。昨夜の。わ、ルイ、用事思い出した。は？いや悪い、すっかり忘れてた。今日牧野と約束してたんだった。また今度時間あるときに声かけてくれ。じゃあ。な、はい、お疲れ様でした。よう、室宮じゃん、お疲れ。お、お疲れ。いいな、俺今日残業だよ。あれ、お前顔赤いけど大丈夫か。いや、今日は暑いな、喉が乾く乾く。そうか。そういや、お前昨日セラに。いや本当に大丈夫かよ。大丈夫
じゃねえかも。セラとはしばらく面と向かって話せそうにない。だってよ、自意識過剰かもしんねえけど、会って間もない後輩にあんな、で、何を相談したいことって、どうせセラのことだろう。まあ話してみろって。うん、うん、あのさ、その酔っ払って失態を犯しちまったらさ、お前どうする？何やらかしたんだよ。いや、まあ、あーでも俺一回すっげえ酔った時があったな。つうのも前付き合ってた彼女が留学中のロシア人だよ。へえ、初耳。そんでまあその彼女がこれまたよく飲むんだわ。ウォッカをストレートで一気、そりゃもう盛大に吐いちまったわけ。マジかよ、牧野が吐くとか相当じゃねえか。なあ、酒には自信あったから結構ショックだったぜ。けどやっちまったことはもうどうしようもねえんだから、いつまでも引きずらんこったな。まあ俺はそれが原因で振られちまったんだけど。ともかくあいつの前で何したか知らんが、しっかりしろ先輩。だお前が堂々としてればあいつも気にしねえよ。そうかな、ゲラと一緒か。ん、今日はありがとな、牧野。付き合ってもらって。気にすんなよ。また何かあったら遠慮なく牧野様に言いなさい。ああ。堂々と、か。では本日より君たちには実戦へ移ってもらう。研修が終わった今、君たちはもう新人ではない、立派な社員だ。はい。営業同行とはいえ気を抜かないようにね。はい。あれから2ヶ月、その間セラからのアクションは一切なし。牧野の言った通り、俺が気にしなければセラも、うん、が、頑張ろうな。俺の方はまだ直視できずだけど。しかしいざとなると緊張するものですね。セラでも緊張するんだな。しますよ、俺だって人間ですから。そっか、そうだった。どんなに体がでかくたってセラは22歳なんだ。俺が、大丈夫、俺を見とけ、しっかりしねえと。行くぞ。はい。室宮とセラ、ただいま戻りました。お、帰ってきたな。
おかえり。どうだったよ顔、見りゃわかるだろ。ん、あれ、セラも。うん、お疲れちゃん。お疲れ様です。お、あれま牧野くん、何か嫌われることでもしたのかね。覚えないんですけど。よし、じゃあ明日の資料を取りに行くぞ。はい。確か真ん中と右にあったかな。ファイルに名前書いてあるからと、その前に電気。暗いな。あったあった。先輩。あ、ここずっと俺のこと避けていませんか。はあ、急に何。俺は後悔しています。あの日先輩にしてしまったことを。あ、自分でもわからないんです、なぜあのような行動に出てしまったのか。気がついたら先輩に触れていました。あ、そうだっけ。俺酔ってたからあんまよく覚えてねえや。先輩、牧野先輩と仲いいですよね。普段何の話してるんですか。え、そんなん聞いてどうすんだよ。ただお前の。あ、やべ、言えるわけねえか。お前のこといろいろ相談してたなんて。んなことより何しにここ来たんだよ。資料だろ。それとなるべく死後は慎め。よし、あとは右の棚の資料を任せたぞ、セラ。あの日の先輩の姿が頭から離れないんです。あなたのことが気になるんだ、室宮先輩。Yeah.